勝負をかけに行くと思います。一気に1回勝負、今効かせたパンチも、はい、力みのなかったタイミングのパンチでしたからね、はい、ああいうパンチが出るとチャンスはどん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 広がりますね、はい、ドネアの膝が一瞬折れました。まあ、ドネアがどれだけさっきのインターバルで回復できたかっていうのも関係あると思います、ね、はい、ダメージの方はどうなんでしょうか、ノリとドネア。森さん、はい、そのドネアサイドなんですけれども、お父さんのドネアシニアかなり声を荒げてましたね。あ、そうですか。それからですね、あの、体をもっと多角的に動かすようにという話をしています。距離感がですね、やはり自分の距離感ではないというふうに踏んでいるそうですね、はい、ですからそこら辺距離感が今変わっているので注意するようにというふうに指示を出しています。距離感が自分のものではないというふうにドネアサイドは見ているようですが、そのあたりは長谷川さんどうでしょうか。まあ、僕はドネアのパンチも当たってるし、いい距離で戦ってるかなとは思うんですけど、チームにしか分からない距離感があるんだと思いますね、はい、大橋ジムの大橋会長は2人の距離は全く同じだというふうに話をしています。つまり井上のパンチが当たる距離とドネアのパンチが当たる距離、選手もっと出てくるかなと思ったけど、やっぱりドネアのうまさ、キャリアを繰り返して、はい、まだ必要以上に攻撃をしないですね、森さん、はい、その井上尚弥陣営ですけれども、大橋会長ですが、距離感、タイミングが少しずつ合ってきているというふうに分析していまして、はい、ただ、そういう時こそ相手の左、狙っているので注意をしようと、はい、そんな指示で、ここのその左をボディで使ってきました。なんといってもの左のフック、カウンターで取ってくる左フックはドネアをスーパースターに押し上げたボクシング史に刻まれるベストショットでもあります。そうですね、右ストレートと一緒に左フック打ちますから、はい、ただ井上選手相手にそれができるかどうかは分からないです。そしてそのあと相打ち、ドネア選手左フック狙ってるんですけど、井上選手の方がスピードもあるし、はい、距離もうまく作ってきて、井上選手だけ当てれるんですよ、はい。ここまで見てきてスピードという点では長谷川さん、井上の方がありますが、そうですね、ありますね。右前に出てくるところ、今度は逆にカウンターで井上が右を取った。前のラウンドからチャンスを迎えて、少し変わりましたね、はい、右だ。先ほど一瞬ドネアをぐらつかせた井上尚弥の右のストレートです。もう1回右、今度は左、しかしドネアも左を返してきます。ちょっと狙いすぎると、はい、パンチもらってしまって、前半のような戦い方の方が僕はいいかなと思うんですけど、ちょっと少し狙いすぎてますよね。井上尚弥ですか。いや、どうですか、どうですか、はい、もう少し前半みたいに体を柔らかく使って、まあ、少し反応が鈍ってきたような気がしますけどね。あ、どれですか。少しではありますけど、鈍ってきているように僕も思います。レジェンドの力を少しずつ日本のモンスターが削り始めてきてるんでしょうか。残り10秒になったところでお互いに一瞬スピードを速めてきました。左は相打ちに第7ラウンドに入りました。まあ、今試合を作っているのは確実に井上選手なので、まあ、井上選手がどう戦うかで、はい、判定が変わってくる試合になってできつつあると思います。立ち上がり少し足を使ってきました。このラウンドの井上尚弥、左ストレートボディに伸ばしてきました。組み込んでくるのはドネアです。ちょっと長谷川さん足を使ってきましたね、井上尚弥。そうですね、まあ、距離を取って、まあ、無駄なパンチももらわないようにしてると思うんですけど、はい、右のストレート組み込んでくるノリとドネア、少し反応の方が鈍ってきたんではないかというような前のラウンドの解説のお二人の指摘もありましたが、スピードでは井上尚弥が確かに上回っています。ただ序盤にはドネアの左の前に井上がボクシング人生で初めて右の目をカットされた、右のストレート。そうですね、カット、それに鼻血も出てますからね、はい、まあ、いろんなことをこの試合で経験していると思います、はい、その出血の方は止まりましたが、そうですね、止まってますよね、左の相打ち、鼻血が止まるとだいぶ楽になると思います。ああ、そういうものですか。やっぱ集中力も欠いてしまうので、鼻血が出ると、まあ、今見ているっていうのはいいんですけど、ドネアにこうリズムを出させないようにした方がいいですね、はい、あまり見すぎると逆に良くありませんか。まあ、見すぎるとまたドネアも、回復して、自分のリズムになっていくんで、はい、ドネアは右、まあ、こうやって見て、じゃあ攻撃スイッチ入れようかなっていうときは攻撃するっていうのが井上選手の一つの戦い方でもあるので、はい、もしかしたらこのラウンドの後半にコースギブが増やすかもしれないですけど、今ちょっとでもドネアのいいパンチを、まあ、軽めですけどもらってますね、はい、ちょっと井上が見てる時間が長くなったので、その分ドネアが何度か踏み込むシーンがあります。その中でも井上は時にこの左のジャブを鋭く刺してきますが、
こういう戦いをして、自分のこういうパターンを今作ろうとしてるんですよ。はい、井上選手はそういう得意パターンの一つでもあるんですよ。左から右です。左から右のストレートワンツーです。井上尚弥左を取ってそこに左のボディで返してきます。ドリトドネア右のボディはドネア、そこに右のカウンターフック、左の差し合いになった。左いいですよね、これじゃあすごい攻防ですね。すごい攻防ですね。技術のお互い試合ですよ。こちらのパンチも当たる距離で研究しています。フェイントをかけながら左ショートです。あるいはひょっとしたら井上尚弥はこの戦いをリング上で楽しんでいるところもあるのかもしれません。楽しいと思いますね。モンスター左モンスターの尚弥、まもなく残り10秒を切ります。この第7ラウンド左から右のストレート、ドンピアに追い左フック井上尚弥狙ってますね。ドネアも互いに最後ギュイこわらなまん。Here it is. Both feet, brilliant, brilliant stuff. Who'd have believed we'd have been into round 8 of this contest with both freely trading leather, and neither man had gone down. I don't know what the odds would have been on it. Wouldn't have got much though. And now comes Inoue again with a minute on the clock, because he just weathered that mini storm in the second minute of the contest. Rallies himself for.YouTube perhaps to round number 8 blood just pula man sa Philippines, wala gikuan sa Philippines. Haber Domingo pa ni igawas. Oh, stiff right hand there from Donaire, and every time you think you do A's mind to why his reputation as a puncher is as it is. Uppercut left hook and Inoue responded, and that blood really now started to pour. Is it going into the eye? Could that be a problem? Right hand from Donaire now. Big, big round. Hapit lipong hindi Donaire eh. Really encouraging signs. Hapit na lipong. The blood flowing into the eye. Donaire throw the left hook a bit more now. Lubo ang kalaban. Rubog at sa iyaha. Easy this round. Ah, dugo na kaya ang kalaban eh. Really. With this round in the bank, we think that Donaire could be close on the cards, and if that cut impedes the...